こんにちは、まっちゃんです。今日はですね、アラジンさんに来てまいりまして、何をするのかというと、春のトレランシューズ試し履き会というのをさせていただきます。そしてですね、サロモンのシューズメーカーさんに試し履きをさせていただいて、実際に後ろにありますドドン、あちらの山で今日はね、試走会をしたいと思います。まっちゃんは初めての山を走ります。頑張るぞ。今日まっちゃんが来たお店は静岡市ショエフ町にあるスポーツショップアラジン静岡店です。各種メーカーのトレラン商品の品揃えが充実しています。静岡市のトレラン専門店としてトレラン大会やイベントの開催も行っています。他にもサッカー用品や各種スポーツ用品も充実しています。7から 7.5 とか、はい、今回はセンスプロというモデルとライトですので、こっちは薄くて固くて、スピードに乗って走れるので、こちらの方がちょっとこう見るからにして、シンプルにして、シンプルにして、履き心地が正直ちょっと細めになって、割と早めなので、実際試していただけると、はい。どう？なんかサッカーシューズから履き替えてこういうの。サッカーシューズは結構こうキツキツっていうか、あんまり指が空きすぎてもダメなんで、そういう意味でなんかトレランシューズはもうちょっと余裕があった方がいいらしい。お今おっしゃってました。なるほど、指一本も。指一本も。ちなみにこれがもうワンサイズ。はい、あ、これは指一本ありますね。これぐらい余裕があった方がいい。そうですね、これを敷いて、この時に山に入るとこれグラグラしてると引っかかってしまうので、この端のところに持った感じが収められるように。そうですね、そうですね、こうですね、はい、こうですね、ちょっとこう伸ばしてみちゃって、これ見えやすいんですね。あー、で、これ全部もうサロモンさん、すごアイデアマンやな。でかくて、私入るのに一苦労。なるほど、幅広です。高高というか、高高、高高ですね。あー、なんか独特のシューズだな。靴下出ちゃいます、感触。まあ今までね、サッカーシューズ履いてたんで、ここの幅広の感覚も違うし、この靴紐なんかも全然違うし、はい、やってみよう。これで走りますか。これで走ります。山道走ります。山道上り坂下り坂、下り坂もまさかの時代が起きないようにします、ね、お願いします。はい、こういったご縁で少しこうマラソンとかトレイルランニングの世界でもう一
かやってみないかっていうお話をいただいて、僕自身もすごく頑張ろうっていう気持ちでやらせてもらってます。で、まあ今ロードで走ってるんですけど、普段は今日初めて山を走るということで、皆さんと一緒に必死でついていきたいと思いますので、そして教えを壊していただきますので、よろしくお願いします。若輩者ですが、今日一日よろしくお願いします。お願いします。まっちゃんどこだ？まっちゃん、まっちゃん、あ、いた。いってらっしゃい。最高、景色最高、うい、富士山、うるし、おー、富士山、清水の漁港、イエイ、まさかの景色最高です。景色最高です。いや、ただご覧くださいよ。いらっしゃい。まっちゃん、お疲れ様。お疲れ様でした。どうでした？めっちゃ楽しかったです。あ、楽しかった。楽しい、うん、あ、本当。山登ってすごく日本平とか富士山が見えてて、めっちゃ楽しかった。本当ですか？最高。走りは、走りとかあれは、走りは全速力じゃないんですよ。常に起伏があるから、はい、足元注意しながらステップワークで進んでいく、はい、なるほど。皆さんと一緒に休憩しながら、おしゃべりもしながら、ならいいですね。うん、ファンなんで。なんか思ってたよりも、精神的に疲れないのもありました、ね。よかった。よかった。靴どうですか？靴良かったです。28センチにしたので、ちょうどよかったです。左高の時に、つま先に余裕があった方がいいです。ああ、やっぱそうなんですね。で、普段僕、サッカーとか、靴は27とかなんですけど、28にします。どれなんでも。挑戦しますか、この靴で。やるしかないでしょ。ですね。もうやるしかない。やるしかない。はい。了解。やります。これで。これでね。チームオレは必須で。あとね、このポイントっていうんですかね、この。はいはい。滑り方が、はいはい。あ、はいはいはい。なんかそんな高くないんですけど、うんうん、すごく止まる。なるほど、うん。ちょっとゴム製なんですけど。なるほどなるほど。すごく山道でも止まれる感じがする。いや、結構僕も途中まで行きましたけど、スリッピーなとこ結構多かったっすよね。うん。ね。結構あるんですよ。止まれました。なるほど、すごいいい靴です。じゃあもうどんな状況でもこの靴でね、ちょっと勝負しましょう。やります。はい、OK やる気ね。やる気ね。この通りです。ありがとうございます。ぜひお試しください。水産会社が作ってます。アラジンさんで売ってますんで、さすがまっちゃんも早い。